5年前の笹子トンネルの事故を受けて、が橋やトンネルの定期点検を自治体に義付けた結果、点検は進んだものの、安全、保に必要な補修は十分に進んでいないこと、がわかりました。義務化によって点検数、箇所が増えた結果、補修の予算の確保が、しくなっていることが背景にあるとみら、専門家は、予算の確保に努める一方、配合も検討すべきだと指摘しています。笹子トンネルの事故を受けて、国土課は、3年前、道路を管理する自治体が、橋やトンネルを5年ごとに点検する、と義務付けました。国土交通省によ、と、この義務化を受けて、今年3月でに点検が行われたのは、橋がおよ、4万、トンネルが5000余りと伊豆、も対象のおよそ半数に達し、ほぼ計画度、理に進んでいるということです。こ、むす、去年3月末までに、およそ2万4000の橋とおよそ1400のトンネルが、早期の補修が必要と判定されましたが、このうち実際に補修工事に着手できたの、橋は3085と 13%、トンネルは49と 28% にとどまり、安全確保に必要。補修は十分に進んでいないことがわかりした。これについて、NHK が、ほが、用と判定された橋やトンネルを抱え、じ、体に取材したところ、その多くから、予算の確保が難しいといった声が出ていて、中には義務化によって点検する箇所が増った結果、補修に予算を回しにくいと答え、自治体もありました。補修前に崩落危なの橋も、点検で、早期、措置が必要と、値された後、補修を生前に崩落につがりかねない危険な状になった橋も、のが見つかりました。橋を支える鋼、部の4箇所が破断したのが原因で、こ、県、崩落の危険があるとして、仮設の階を設置して通行止めを続けています。この橋がある県道は、山あいの地をつく生活道路として1日に延べ60台のが通行しているということで、前のように橋を通っていたという40歳代。男性は、たまたまタイミング悪く通って、から、ひどい事故になっていたので、怖、ですと話していました。管理する、地、は、老朽化が進んだ橋に想定を超え、重さの荷物を積んだ車両が通ったことで、部材が破断し、陥没が発生したとみてい、この橋では、路面が陥没するを、そう、年前に県が点検を行っていて、部材、腐食が見つかったことから、早期に措置、必要と評価し、補修に向けた準備を進んでいたということです。犬梅橋と同様に、早期に措置が必要と評価され、橋の数は、去年3月末までに全国でおよ、2万4000に上っています。高知県道、課の小松伸二課長補佐は、この状態で車、通り続けたら、音橋して人命に関わるよう、な事故につながる恐れもあった。同じ、うな事故が起きないようにしっかり維持、理に努めたいと話しています。異例、異、最後の警告。笹子トンネルのことを受けて、国土交通の審議会は、平成、6年4月、最後の、すと題した、異の提言をまとめまし、この中では、今すぐ本格的なメンテナンスに舵置きなければ、橋の崩落など人命や社会システムに関わる致命的な事態を招くであろうと強い言葉で危機感を訴え、国や自治体、対し、橋やトンネルなどを5年に一度、検するとともに計画的に補修を行うこと、どう求めました。この提言を受けて、国、交通省は、自治体などの道路管理者、対し、管理するすべてのトンネルや、
に、イトル以上の橋などについて5年ごとの起点検を初めて義務付けた上で、緊急に応じて4段階で判定する基準を設けま。た。基準では、損傷が最も深刻な、急、措置が必要と判定された場合、直、に、二度目にするなどの対応が求められ、その次の、早期に措置が必要と、定めされた場合は、次の点検までのおおむ、5年以内に補修することが望ましいとし、います。点検の対象となるのは、全、で、橋がおよそ72万6千、トンね、がおよそ1万1000となっていて、こう、うち全国の自治体が管理する分は、橋が、よそ66万4千と、全体の 90%、と、ネルがおよそ7600と、68% を占めて、ます。点検義務化で自治体の負担増加、コトンネルの事故を受けて、国土交通、3年前、都道府県や市町村などに関る橋の点検を義務付け、対象を、2メートル以上としました。それまで点検が、要とされていた橋は、長さ15メートル以上だため、各自治体が点検しなければならない橋の数が大幅に増えました。このうち、愛知県豊田市では、点検が、な橋の数が従来のおよそ200からを、1200と6倍に増えました。この、の橋を5年に一度、点検しなければな、ませんが、数が多いため、市が年間2点、できる橋の数は、200から最大で30、程度、さらに一つの橋の点検には、複数、作業員が当たり、橋をハンマーで叩い、異常を見つける検査を行うなど、地道な作業が必要で、年間にかかる費用は、1億、程度に上っているということです。は、ストム化から5年が経過する来年度末に、すべての橋の点検を一旦終える、がですが、次の年度には、再び点検が始め、り、コストがかかり続ける上、さらに、中の予算も加わるため、維持管理の財政、な負担が大きいとしています。この、め、市は国に対し、すべての橋を5年に一度、点検するのではなく、点検の結果、一旦、健全と評価された橋については、次に点検するまでの間隔を伸ばすな、点検のやり方を、一定程度、自治体の量で決めることを提案しています。この案には、全国38の自治体も賛同してい、ということです。豊田市道路予防多忙課、佐々木隆史博士担当長は、市の財政が減り、点検に必要な1億円の費用を確保るは、大変で、他の事業も圧迫してい、他の業務もしながら、数多くの点検、なすのも大変だと話しています。周囲、撤去の動きも、多額の費用がかか、点検、補修を避けようと、自治体の中に、橋やトンネルを撤去や廃止する動きも、出ています。このうち、長崎県佐世保に、で長さおよそ185メートルのトン、る、天方隧道は、コンクリートの壁にカメが入ったり、つなぎ目がずれたりしてい、ほか、雨漏りもひどく、点検の結果、国、設けた4段階の基準のうち、最も深刻な、緊急に措置が必要と評価されました。このトンネルは、昭和18年に作られ、区地元の人たちに利用されてきました。補修には1億円程度の費用が必要と見れることや、近くに迂回路があること、ら、市は地元の住民などに説明した上、トンネルを補修せず、廃止することを、決めました。現在は、トンネルの入り、に、エンスを設置して通行止めにしてい、国土交通省によりますと、昨年度末、でに、この天方隧道を含む4つのトンネルと92の橋について、撤去や廃止が決まったということです。
佐世保市道路一課の森山健一士官は、の財源にも限り、あり、なんとかやりくしているが、吸ってを維持するのは厳しい、のが正直なとこ。だ、言い方は悪いが、何かを犠牲にして、予算を維持や補修に当てることも必要で、住民の理解を得られれば、当然、撤去や、止めも考えていく必要があると話していい。専門家、しっかりと議論して仕分け、橋やトンネルの補修が進んでいな、情について、インフラの維持管理に省、東洋大学の根本雄二教授は、橋やトンネル派住民の生活に密接に関係するため、単には減らせないので、まずは維持を前に予算の確保に努める必要がある。その目には、従来の橋やトンネルのためのよう。都が必要だと指摘しています。さに、すべてのインフラを維持すること、何位と国民も理解する必要がある。ま、なお体は、交通量や迂回路の有無など、統合や廃止をする上での明確な基準を、維持、人口の少ない山間部ばかりで廃止、進むような不公平が起きないようにすべ、だ。今後は、国も一定の目安を示す必要